私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。みな口発表。柔らかくて煮えやすい。みな口発表。だしが染み込むおいしいよ。ゆかおのみをくる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 むいて夏の日に。1日半干すよ。そうめんじゃないよ。シガトヨペットはおかげさまで創立60周年。語り尽くせないお客様への感謝を胸に、これからも走り続けます。車と次の楽しみを。シガトヨペット。毎年冬の恒例企画、安のおっさん屋台あんぎゃ。冬限定プロジェクト、安のおっさん屋台あんぎゃ。安のおっさんより。前回伊東市井上から出発した安のおっさん屋台あんぎゃ、新しい出発の掛け声を考えたんだよね。おっさん屋台屋台にいいんじゃん。どういうことありまへん。反応言わしてるよ。行くで。せーの、おっさん屋台。大きいよ。しょっぱま初回やのに上手やね、これ気合入るわ。わしゃあな行くで、はい、ありがとう。しょっぱまから嬉しかったら行ってきます。いやー親切な人やな。こっちの海の気合ってないよね。ありがとうございます。こんにちは。毎晩見てますよ。ありがとうやで。90の上ですね。まだ90歳。あ、元気やな。元気。あ、調子に届いた、調子に届いた。すごいな、おばあちゃん。ええ話だけど調子に届いた。おばあちゃんどんな苦労した。行っちゃった。屋台行けへんか。おー、ええ感じ。みんな待っててくれるやん。来たね。どこ止めたらいい？あそこ、そこ。ごめん、来た。
どうもみんなありがとう。マコの触りマコのニシビの中マコの触っていてちょっとマコに見えるかありがとうありがとうやったやったやったおっさんが抜きましたおっさんやったーいいね意外だと思いますせーのおっさんやったーいいおきに入りました出発しまーすおきにやったね皆さん会えて嬉しかったねありがとうやほーおっぱみやき見つけてくれたお母さん見つけてくれたよかったわ今日おやつできてよかったなよかったねおっさんにおいしいであんこと栗入ってんねおっさんやったーいいおきにありがとうございます屋台完了バイバイってありがとうねーおきに後ろからお客さんはあ、お母さんお友達あ、こんにちはおいでおいでありがとうございます。おないでいきます。ありがとうね。一等紙井上の屋台あんぎゃ続く。カステラ風味のヤステラやね冬しかわしやといにかへんね寒いしあったかいもん届けんねあったかい言うてもやし上手に焼かれへんからちょっとあんなことやもん箱もだけやねんけどなそれでもよかったらこうてっておっさん焼き行く道は北風真風カステラ風味のヤステラやで安野おっさん抱っこしてみないお待たせしましたでっかいおっさんぬいぐるみバーコードにハゲ防止加工を施しましたお値段3,800円送料無料今すぐアミッチグッズで検索次は会ってくれてありがとうだもんり前が眩しいないつもの挨拶に心が晴れる小さな会社の見慣れた看板この街はみんなで支えてきたんだないつもの風景あってくれてありがとう今回は大津市のカフェカフェ&ギャラリーキマッシさんへの会ってくれてありがとう私が会ってくれてありがとうと言いたいのはキマッシさんです古民家カフェをされています
僕も学生の頃からお世話になっていました。自主映画のロケに使わせてもらったり、上映会をしたり、よう喋らはりますので、気さくな食堂のおばちゃんみたいなところが気に入ってます。いつも自分や仲間がお世話になってます。またほっこり上映会しましょう。はい、だいたいどなたかわかりました。ありがとうございます。そんな風に言っていただいて。木松市は大津市扇の里山にある古民家カフェだ。店主の松野さんが娘さんと2人で古い家を改造して作った。娘と2人で壁を塗ったりとか、カウンターに合わせた椅子を探したりとか、押し入れにソファーを入れ込んだり、お布団を乗せてた押し入れの台をカウンターにしたりとか、1年半ぐらい準備してなんとかオープンにこぎつけました。営業は無理せず、土日と月曜日の週3日。やっぱり土日はご家族と一緒に、月曜日はちょっと一人でのんびりしにっていう方もいらっしゃいます。木松氏が扱うアンティーク雑貨は気取らない普段使いのものが多い。センスが良くてどこか懐かしく、この家にお似合いだ。今の陶器ほど精巧ではないんですけど、そのなんかこうちょっと甘い焼きとかチープな感じが癒してくれるっていうか、私が思うんですけど。2階はギャラリーと個室のカフェルーム。一歩踏み入れると昭和の部屋がそこにある。若い人はかわいい、かわいいっておっしゃるし、年配の方は懐かしいっておっしゃってくださるので、なんかその声が聞くとやったみたいな感じ。もういろんなとこから来た古い家具や食器たちなんで、使い込んできたもののなんかこう角が取れた優しい感じがするような気がします。松野さんはカフェに佇みながら、時々この家を売ってくれたおじいさんのことを思い出す。綺麗に使ってはったんで、そのまま、ほとんどそのままで使わせてもらってます。ちっちゃい可愛いおじいちゃんでね、だけどいつも道で会うたびに、よう頑張っとる、よう頑張っとるって言って励ましてくれた優しいおじいちゃんで、そう、それで自分はね恥ずかしいから来ないんですけど、孫にお金を持たしてパンを買いに来てくれたりとか、そういうことをするおじいちゃんだったんです。そしておじいさんの柔らかな優しさを宿したカフェは続く。のんびりとまったりと、やっていけたらいいなと思うんです。お客様が来て一息ついてまた帰られるような人生になれたらいいなと思います。カフェ&ギャラリー木松氏、会ってくれてありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。